武田哲也今朝の三おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。アメリカは非常に男性的価値観の強い国であるということで、先週終わったんでございます。ですから、スラングみたいなものも、いわゆるその男の子用にできているという。例えば、ギャングスターというような意味は、かっこいいやつだと。ええから、ファイター、チャレンジャー、ナイト、バイキング。 こういうのも、ある犯罪集団の呼び名が、そのまま、その野球チームのお呼び名になってたりという。はい、考えてみれば、ニューヨーク、ヤンキースって言います。ヤンキースですから、<laughs> 大変アメリカの金、ね、失礼ですが、アメコーとかっていう意味ですよね。ヤンキーですからね。ヤンキーですからね、なんせね。だから日本で言うと、ジャップってね。 えー、日本ハムファイターズジャップとかなんかそういうのと同じですからそ <laughs> んでカナさんが嘘と叫んだのが、はい、大谷のいるドジャーズいやー<れ>知らなかったスラングでいカ様ま野郎っていうそうそうそうだからいい意味なんかつけちゃいけないんで シャレッキがないんだよ、<ー>そういうのな。はい。これまだ疑う方がいらっしゃると思いますんで、あの、繰り返し言っておきますが、ドジャーはスラングでイカ様やろうという。はい。これ、どういうあれかというと、ドッジ。ドッジ。これが別の、あの、競技で言うと、ドッジボール。ドッジボール。はい。飛んでくるボールを避ける。避ける、避ける。というドッジ。この避ける、避けるが、言い逃れするというスラングに転じて、 ごまかすというイカ様野郎っていう。はい。それがドジャーズという。こういうアメリカ、男性社会のアメリカに対して日本文学はまことに女性的でありまして。日本は、なんつうのか、困った時の女頼みというか。うん。困った時の女頼み。うん。そう思わない、この国は。揉めたら揉めたで卑弥呼持ち出して連合国家作ったりするし。はい、で、アメリカというのは男性社会なんでありますが。 アメリカのちょっとしたアキレス腱があるんだけど、はい、それは何か異文化を必要としてるんですね。アメリカがうん。アメリカっていう国は、よその国から流れ込んでくる文化がないと、呼吸できないんですよ。<ー>そういう国だと思うんですよね。はい、アメリカのハリウッドの、あの、西部劇物で大ヒットした、荒野の七人っていうのは、はい。 ユルブリンナー主演でね、うん、スティーブ・マック・ウィンとか出てんだけど、はい、もうそろそうそうたるガンマンあ、あの、いわゆるドラマーの主役たちが7人出てくる。はい、日本の7人の侍のアメリカ版なんですよ。はい、セブンス侍っていう異文化が流れてこないと、西部劇の荒野の7人ができなかったんですよ。だってスターウォーズもそうですもんね。そうなんですよ。あれ、チャンバラですからね、皆さん。んチャンバラの後、 スターボーズは何になったかっていうと、ドラゴンボール Z になるんですよね。えそういう流れそういう流れだと思わない。だってあれもう最後の方、手から光線ばっか出してるよ、あれ。<laughs> あれはカメハメハだよ。あの大作家がお作りになった、カメハメハーってのは流行るでしょう。う日本人って手から光線出すの好きな。ウルトラマンしてます、ウルトラマン。シュワって言いながら、はい、出しちゃう。はい、あれは何かっていうと、気を出す。 気で相手をやっつける、えー、それの四角板がカメハメハだったりスペシウム光線だったりするという、はい、そういうものはアメリカ異国からもらってアメリカ化するところにアメリカのその典型例がゴジラですよゴジ,ラ、ね、ゴジラって当たったんだよアメリカででも結局その成功の全てを横からかっさらったのがゴジラマイナワ1ですよ。 ゴジラが登場する、その前の物語、エピソード1をゴジラでやったわけでしょフェイク、では偏見、差別。そういうものを避けるために必要なのは一貫した物語、ストーリーです。ストーリーという文化なんですね。歴史も神話も宗教も政治も音楽も、実はこれ全てストーリーなんです。 人間が深く記憶するために脳はエピソード記憶と言いまして物語だったらよく覚えるという。はい。そのために人間にはどうしても物語が必要なんですが、この21世紀に入ってからの世界は何かというと、各国バラバラの物語が暴れ回っている。まずはロシアの物語。 とにかく、ウクライナは自分のもんだと言い張るという、ロシア主義の物語。プーチン、すごいこと言いますね。世界にロシアがない。ということは、ロシアのいない世界に何の意味もない。だから、原爆で滅んでもいいんだって、世界は。ロシアがなければ。ここまで言うかっていう。それから、アメリカはトランプさん。アメリカをもう一度偉大な国へ。十分偉大だよ、し 知ってるよ、んなことは教わらなくても。うん、えれから、アジアの屈指の大国、中国、台湾、私のもんですっていう。だから、あの、南、シナのあの、あの、海、あ、全部あれ、中、私のものもんです。イスラエル。3000年前からここはうちのもんでした、みたいな。はい。これ、物語なんですが、この、彼らの持っている物語が、現代社会に合わなくなってきてる。今、世界は何を求めてるか。 新しい物語。それはどこにあるか。もしかすると、この国にあるかもしれないというのが、インバウンドが増えている理由ではないかと思ったりするんでございますが。このは次また明日のご覧いただ三ておはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。反面教師でいい人が見つかったんですよ。この方もアメリカの方なんでありますね。 クリストファー・ローウィという方でありまして、カーネギー・メロン大学。はい、金持ちでメロン食ってる人が言ってるような大学では、<laughs> カーネギー・メロン大学で教弁を取っておられる方。はい、この方も日本に猛烈な面白さを感じたという、うん、非常にマニアックなんですよね、この方ね。はい、日本文学を研究する彼、エッセイで日本のことに関してこんなことを言っております。 身も蓋もない言い方しますけどね。日本語の表記体系は変だ。我々は、漢字、ひらがな、カタカナ。まあ、時折アルファベット使ったりしますが。はい、これが変だとおっしゃる。はあ、そして、小説の中で突然出てくる行間注釈。中、うん、を入れて本文の意義を解き明かすこと。はい、これが作者に許されている。こう、私よく意味わかんないんだ。 行間注釈時々、カッコ中みたいな。はいはい、あれのことですかね。あれ、世界にないのかね。ええ、でも海外の文献にも、ある、ある気がしますけどね。ああ、本当。で、これをね。 このクリストファーさんは変だとおっしゃってだからもしかすると、うん、柴良太郎の時代小説なんかを挙げておられるのかなと<う>でこの「行間注釈」柴良太郎の作品では違う言い方をしまして「漢は旧大」と言ってあの登場人物の話をしてたら別の話を入れたりしますよね。そ、うん、そののこことととを言言っっってててるるんんですかかねじゃないかない思って 例えば、今でも覚えておりますが、龍馬が行く、あの、岩崎弥太郎っていう、土佐合子の低い身分の侍が出てくる。はい、それが龍馬と絡むんでありますね。それで、いつも兄貴分の龍馬にコテンパンにやられている、まあ、憎めない岩崎弥太郎なんでありますが、龍馬が土佐を愛する、愛さないの論争しているときに、岩崎に、おまん、土佐のために死ねるがかっていう。死ねるわけないだろうっていう意味で聞いたら、 岩崎はいや、俺は死ねる土佐藩のために、陽動号のためにいつでも死ねる白昇記のためならば、命を懸けるが土佐武しようとかっていう。うん、白昇記っていうのは、土佐藩の柏の葉っぱが3枚連なっているのは白昇記って言いまして、はい、土佐藩、山の内家の家紋なんですな、ね。その柏の葉っぱ3枚のために死ねるって言った岩崎なんですが、突然、 柴さんが話をポンと横道にそれて、実はこの白書期の門所こそ、後に岩崎が起こす大きな海上貿易会社の三菱のマークになった原案である。山の内家の紋章が三菱のマークになったっていう。うん、それをポコーンと入れてくるんですよ。はい。はい、とね、もう、これが三菱みたいな。うんうん、横にある電化製品の そのマークの始まりが、龍馬が行く中に出てくんの。ワクワクしないしないかもう俺ダメワクワクされますよね、それはね。俺もうワクワクしてさ。今と繋がってる感じがしますよね。そうそうそう。あの、現代とジョイントするんだよね、柴さんの文章って。もうそれがね、もう胸ワクワクする。そういう突然物語を中断してまで、そのなんか現代の痕跡を なんか、ま、混ぜたりするという、そういうことをやることが著者に許されてるっていう。うこのクリストファーさんは日本の小説の異様さを上げてゆかれます。はい、これは芝作品においてちょっと今話が出たんで続けていきますけど、芝さんがよくおやりになる文章の書き方で、おまんそれでも男かそうルビーが打ってやるんですが。うん 男という字は武士って書いてあるんですよ。<ー>そういうことやりますよね。はい、日本では。北島三郎さんが歌った、箱館の女って書いて、人と読ませますよね。はい、作者の意図で漢字の読み方を変えるっていう。うん、本気と書いてマジと読む。はいはいはい。うわ <laughs> 勝てめえな。<laughs> ありますね。そういうのは世界にありませんぜっていうの。 そ,そこだよ。そりゃそうですよ。うん、そ、その面白さというか、このクリストファーさんは書き方上手なんだけど、それをなんで日本の人は当たり前だと思ってんのって、そんな文学を持ってる国なんかないですよっていう。はい。彼クリスは世界の表記、文字について関心が高い才能の人で、えー、難解な文章を解き明かしていくのがゲームのように楽しかった。だからこの人、うん 暇な時はエジプトのヒエログリフ。これをこう解いて遊んでたんだって。ヒエログリフより面白かったのが日本の文学作品なんだって。それでこの人、和稲だとか、仙台の教育大学なんかで学ぶうちに、やってみろよって言われたのが、中学校における漢文の先生なんだって。はい。 わずか2年ほどの日本の留学で日本の近代文学を楽しむほどの語学力を獲得した。クリスはその日本語を学びつつも中国の唐の時代の詩を学んだという。漢詩は楽勝なんだって、クリストファーさんは。この人語学の天才なんで漢字の意味なんてたちまち理解できたんでしょうね。で、もう一つ漢文が楽勝だったのは英語と並びが一緒なのよ。 ああそうかいうう並びってことですかところが彼が日本の読み下し文を見た時にひっくり返るわけうどうひっくり返ったかこの次また明日のもらいたなるで武田鉄矢今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。クリストファーさん。アメリカの方にとりまして、漢文は難しい言語ではなかった。漢字の意味が大体わかれば、文法は英語と同じなんで、簡単だった。うん、この人が一番びっくりしたのは何かつうと、日本の読み下し文。なんで驚くかっていうと、奇妙な記号を用いて、原文を読まない。うん。中国語で読まなかったろ漢文。はい。 レテンとか。そう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 。はい。記号で、これは先に読むとか、ここはひっくり返すとか、よくもまあ、そんなこと、やったもんだっていうのが。まあ、習ったからやってましたけど。あんなことやってんの、日本だけだよ、ええ。なんであんなことやってたんだろうって今思いますね。<laughs> 一番の不思議は、なんで日本語で中国を読んだんだろうね。しかも、奇妙な、 記号を作りまして、例点、一点、二点、上点、下点。なこんだけあるんですよ。はい。ねえ。このクリスさんが驚いたのは、これじゃ曲芸じゃないかっていう。<ー>くる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 回して。はい。大事なことは、その本文のテキストを書き直すとかっていうことじゃなくて、そのものを日本の国語にしたことだっていう。う驚くべき発見は、 書き下し文は、それを書き下す人によって違う。で、違っていい。はいはい、例えば、わかりやすいやつをちょっと持ってきたんでありますが、少年追いやすく学成形。はい、これ勉強しましたな。はい、これ、漢字の順番で言うと、少年やすし追い、学ぶ難しなる。これを入れ替えて、少年追いやすく学成形と。しと、はい、こう読むわけでありまして。 ここからある意味で漢字解釈っていうのは本家の中国から離れてしまうんですよ。<ー>つまり漢文を読み下すことにおいてはものすごい自由が認められるわけですから。はい、例えば、これは当の詩人が読んだメイクでありますが、人生即別離この5文字の一行がある。別離は人生の常であるという寂しさ、やりきれなさを歌ってるんですが。はい これを昭和の作家、イブセ・マスジは何と読み下したか。さよならだけが人生さ。そうか、漢文からか。そうです。これ漢文からです。漢詩からか。はい。さよならだけが人生だ。うんこんな風に読み下し書き下ろしたわけですな。はい、別離は人生の常である。というのと、さよならだけが人生だ。まるでシャンソンのようなタッチになるという。うこういう、 その読み下す、読み方の自由度が文学の中にある。それも正解、これも正解っていう。漢、はい。監視を日本人独特の工夫で日本の文芸に改変した。で、クイスさんが最も驚いたのは、ラーメン屋に入った。はい、の壁にかけてあるメニューを見て、仰天、はい、する。ていう。はい、それは季節メニューが、 紙でこう貼り付けてある、はい、そのメニューの中に「冷やし中華」って書いて「旬を」って書いた後にニコニコマークが1個書いてあるっていう「う冷やし中華旬を」でニコニコマークが書いてあって「しむ」っていう送り仮名がお<う>つまりニコニコマークの、はい、読み方を「楽しむ」って読ませるっていう。 で、ハートを一個書いて、温まる。うん、森岡冷麺、しやっと心温まると読ませる。このメニュー札を見たときに、彼はもうびっくりする。<ー>これは絵文字じゃないかっていう。はい日本人は漢字ひらがな、カタカナ、アルファベット、絵文字まで使うのかっていう。え、待って。向こうにはそういうのないあるわけがない。 ないか。矢印等々、一方通行等々はこ国際基準で決まってますが、そうかトイレのマークから何から。絵文字を読ませることはないか。それをやるとしたら日本人の真似してるんだよ。あの、たまに、うん、あなたっていう U、うん、YOU を、ただのアルファベットの U にするとか、そういうのはありますけど、はい、絵文字を、そうか、ないのか。ないんですよ。それ、それが、 彼にとっての驚きは、中華屋さんのメニューで壁に貼ってあったっていう。で、我々みんなそれ読んでるわけですからね。そうです、そうです。あじゃあ冷やし中華行こうかなとかって。<laughs> そうです、ね。あの、冷麺行こうかななんて、こう、み、見てるわけです、ね。はい。この絵文字でさえも、その、いわゆる、言語習慣の中に取り込んでしまうっていうところに、その、彼はピーンと来て、あ、これかと。日本の漫画文化は。はい。 漫画文化っていうのは、この、絵文字を使った物語の描き方なんだという。うこれを言われてみると確かに、そうだよな。はい。やっぱりあの、鬼滅の刃とか見てると出てくるだけで定もんじゃねえもんな、あの、鬼の奴らは。はい、悪そうな顔してるもんな。はい。うん。漫画文化の底辺にあるのは、ひらがな、カタカナ、絵文字文化の並んだ、 漫画表現。うん、そういうものが日本人の、その、いわゆる読みのセンスの中、リーディングの中にあるという、これほど幅広い読書世界を持っている国は、ざらにはないぜ。そうか。さあ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 、不思議な国、日本の旅続けましょう。この日続きまた明日の,モナの上で朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。異国の人の目になって日本を眺めてみる。自分が当たり前のように触れてきたことが、うんうん、そうか、すごいこと我々やってんだなってね、今思ってます。だってもう4つぐらいの言語を自在に織り交ぜて、伝言を残したり、メッセージを送ったりしてるわけでしょう。うんはい、で、クリスさんの驚きはそればっかりではないんですね。この人は、 あの、井上久さんのキリキリ人、小さな田舎の街が日本から独立していくというね。うん、これは東京の文化を日本の文化と同一している日本人に対する反論でして、日本の文化は東京の文化違うよ。それを言いたかった井上さんは。はい、井上さんは、日本っていうのと東京って全然別物。はい、日本には田舎がある。 私もそうですね。田舎者でござん。でも、そのことが日本なんですよ。日本の証なんですね。はい、それで、中央集権化に抗う井上さんの思いがこの中にあって、周辺を田舎としてこう、そういう風潮に反論を申しているという。東北弁を公用語として、標準語へ反論するという手法が取られている。この井上さんの文章が、 クリスさんはラーメン屋で見たメニューほど行天という、うん、物語の中でキリキリ国へやってくる東京人を何と表現したか。はい、漢字では非キリキリ人。うん、キリキリ人にあらず、ルビーを振って、そのルビーが最高。袖ないもの。<ー>非キリキリ人はそうでないもの。これ 方言である。<ー>うん。漢字を書いといて、それをわざわざ方言のルビを売って、そうであるものと、そうでないものっていう。うん、それで、キリキリ人と東京人を分けた。はい。で、井上さんが言いたかったのは、地方と東京って別世界なんだ。うん、別個の言語世界を持ってるんだ。はい。私はもう断固。はあ、かたじゃもんね。<laughs> いいですよね。<laughs> そうそうそう。で、それを主張するところに日本の面白さがあるという。うこれはクリスさんよく気がついたね。<laughs> で、あの、日本人が作った漢字っていうのは、中国では通用しないのな。はい。飛行場のことを何と言いますか日本では。空港。ですよね。いい響きじゃないですか、空の港。うん 中国では飛行場のことは何というかというと、機場。机の上でしたそう、うん、上じゃない。机の場所か。場所、そうですなんていうかわかる日本は空の港でしょはい。中国内陸部が深いから、港見たことない人がいる。はい。故に、飛行場で一番先にやることは、搭乗手続きなんで、カウンターでチケットやりますって言うんで、 机の場所。ああ。そうか。面白いですな。うん、手紙というのは日本ではレターですけど、中国ではトイレの紙のことを手紙って書くんですな。はい。手で扱いますからね。はいはい。書く、はい、のごとく全然違ってきちゃった。うん、その漢字を生んだと称する中国とこの距離の遠さがという。うん、ちょっと読んだんだけど、横山裕太さん読みました。 あんまり深くご説明できないんですけど、はい、この横山裕太ということは、あの、中国の血も入っておられる方らしくて、えー、この方がね、我が輩は猫になるっていう作品を書いておられて、はい、この方の文章が最高なんです。漢字の書き方が日本と中国の使い方で書かれてるんですよ。うん、まあ、読みにくいのなんの。ほう。それぐらい、 その小説世界をこう描くとき漢字を用いてそれも中国の書き方の漢字で書くともうわけわかんなくなるんですよ。でしょうね。うん。中国で使う漢字と日本で使う漢字はそれほど距離が離れてしまったぞという。はい。その面白さがあると。はい、で、日本の漢字の読み方は漢字が入ってきたときの中国の人の読み方。 あるいは、当の時代の漢字の読み方。うん、それをまだやるの、ちゃんと。あの、生きるとかっていう字ありますけど、あれもあんた生きるから、草から、風から、ね<う>羽生の乳から、ハブ、はい、のブーまで。はい。はい、<え>そうですねお。200通りぐらいあるって言ってたな。<laughs> 一文字の読み方が。<laughs> はい。つまり全部取ってるんです、読み方を。うん、面白いですな。うん 日本には首都圏がある。でもそれと同時に地方があるぞということに最近のインバウンドの異国の人が気づいた。で、その地方日本の地方に最初に気づいた人は誰かもう一回繰り返します。やっぱりこの人です。ドナルド・キーン。はい、えー。ドナルド・キーンにまつわる施設があります。彼の記念館があります。新潟、柏崎市に。 ドナルド・キーンがアメリカで使ってた書斎がそのまんまあるそうですよ。ドナルド・キーンがニューヨーク・マンハッタン・アッパー・イースト・サイドのアパートに住んでた時の書斎。それがそのまんま長岡・柏崎にあるそうであります。なんでそこにさあ、この続きまた明日のナイトの上で武田鉄也、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奈です。その地質のことなんですけどね。はい。2007年のことでございますが、こんなことがありました。マグニチュード6.6、中越地震が発生します。はい。その時には1000人くらいのね、死者の方が出ましてですね、大変でございました。その中越地震が起こった町で、柏崎の役所に、 とある方から電話があった。コロンビア大学日本文学の権威であるドナルド・キーンが電話をしてきた。はい、彼は市役所の担当の人間に向かって自分の復興案を伝えた。うん、実は、柏崎のすぐそばにある長岡の寺に高知法院という瞑想のミイラがある。この瞑想の浄牙利作品があるそうです。はい、で、この浄牙利作品の浄牙利本が 実は浮世絵などと一緒に大英博物館が所有してる。うん、私頑張って今からイギリスに行って大英博物館と掛け合います。ですから、そのジョー・ロリをやりましょう。長岡で。うん、お坊さんの、高知法院という立派なお坊さんの物語をやりましょう。それを復興のお祭りにしてください。<ー>で誰も、誰も知らなかったっ。 まあ、ミーヤがあるぐらいはぼんやり知ってたんだけど、うん、どんな坊さんか、浄瑠璃になったことも全く知らない。ところが、米コロンビア大学の大学教授が、素晴らしい人ですって言うから、で、しかも、イギリスから台本を取り寄せて日本で上演して、上演する浄瑠璃の一派は、キーンさんの知り合いでいるからっていう。はい、誰も知らなかったことをキーンさんが知ってたっていう。うん これ、もう、あれだと思うなね。あの、ロバート・ケネディ、思い出さない<え>ロバート・ケネディってアメリカの大統領の弟がやってきて、聞かれるんだよ。日本で何か尊敬する人がいますかって言ったら、ロバート・ケネディが、米沢藩の上杉鷹山です。 彼は素晴らしい言葉残しました。なせばなる。なさねばならぬ何事も。そんなことをそうそう。そしたら、国会議員、演説が終わったら一斉に勉強に走ったって。<laughs> そうなんだ。ロバート・ケネディさんが知ってたんで、上杉嬢さん。いきなり値、ね、打ちが上がった。<ー>同じことです。外国人が騒ぐぐらいすごい人なんだって言うんで。 なんと、この、上ロリが2年後にできたんですよ。はい、アメリカ人が、あの、感激する人の、ほどの人だから、間違いねえっ,って言うんで、やったら、東京からの取材が多くて、ドナルド・キンがやってるから、お客さん満杯、はい、ほんで、その、地元、柏崎に本社を置く、お菓子会社が、ものすごく感謝したんだって。うん ロバート・キーンさんがドドさんド、ドナルド・キーンさんが、やってくれたんで、そのお菓子会社がすごい感動して、ドナルド・キーンさんを文化的に検証したいって言うんで、お亡くなりになった後、ニューヨークからアパート移しちゃうへー。2500点。これを空輸で運んで移築。はい、そして、書斎を建てた。<ー>いい話だと思わないその知らなかった。その、そのお菓子メーカーこそ、ブルボン。 ブルボン。ブルボンさんです。が、お金全部出して。それで、金さんみたいな人がいて応援してくれるんだからっていうんで。ブルボン、粋なことやりますね。粋なことやりますね。こう、本社は、あの、かしだそうであります。これは、あの、関東大震災が起きた時に、乾ンビスケットを非常食にして、会社が怒ったんですって、ブルボンは。 それゆえに自分のところで起きた地震に関してはものすごく敏感で今でもこれドナルド・キーン文化センター柏崎やっておりますんでぜひ<ー>覗きに行ってください。はい。これはあのおそらくキーンさんがアメリカの学生たちに教えた言葉ではないかと思うんでありますがこの著者も書いて、えー、おりますけども甘足。 使うよね。雨足が強まってきたそう,そう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 。はい、伊豆の踊り子なんかであったよな。はい、あの、峠のふもとのとこでばーっと雨足がっていう。えーえー、いいよな。はい、こんな言葉持ってるのは日本のローカルだけだ。雨足。うん。だって、雨に足があるんだぜ。<ー>それが自分のとこに近寄ってくる音が聞こえるんで雨足。えー、そうやって考えると、これ、江戸で生まれた言葉じゃないよな。峠道のある田舎で生まれた言葉。はい、つまり、 キンさんが夢中になったのは、ローカルが持っている豊かな日本言語の世界。わあ、なんか言われてみればのことがいっぱいありますね。だろう。<ー>この人聞いたことないかなカンキマキさんというフィンランドの人です。フィンランドで発売した本で大評判読んだ本なんですけども、セイっていう幻の女友達が出てきて、そのセイと一緒に 京都を旅するんですよそれであなたが言う通り素晴らしいね日本はっていうセイって誰だと思うえ、誰聖書なごセイショウナゴうんこの人枕の草子読んで感動するのよ<ー>それで幻の友達としてセイって言いながら京都を旅するっていう これ本当にこぼれ話ですよ。こぼれ話ですけど、この著者が書いてらっしゃるんだしょ、面白いなと思ったんですが、江戸の中期に奇妙な国を渡り歩く一人の若者の物語があったそうです。御像師島渡りっていう絵物語でありますが、この青年が転々と歩く変わったファンタジーの国は半人半馬上半身は人間で、 下半身は馬という国とか、女性のみの女子島とか、あるいは小人が住んでいる、そこでこう縛られたりなんかする、ねうん、なんか似てねえか、おい。うんなんだガリバーリ行機だよ世界の物語って影響し合うんだって。はい、ああ、時間いっぱいです。この続きまた来週のまな板の上で。